社会プライベートフットボール全日本選手権大会オーシャンボール、これより選手の入場です。まずは東日本代表浦和ーズの入場です。フットボールが大好きな仲間と学生時代に戻ったように真剣にフットボールができるチームです。ユニフォームを着ているプレイヤーは全員出場して日本一になることを目標に活動しています。合同練習してくれた大学生やオーシャンボールにたどり着けなかったライバルチームの分まで今日も最後まで全力でプレーします。ゴしかし、その経験から学び、成長し、努力し、技術を磨いてきました。
私たちを支えてくれた皆様に感謝しながら、本日再びオーシャンボールに出場し、日本一に挑戦できることを心から嬉しく思います。今私たちの拠点石川県では大きく深い悲しみに包まれています。特に能登半島では現在も生活に不自由を強いられている方々がいます。みんなが今こそ明るい光を求めています。スポーツには困難な状況にある人々にも希望を与える力を持っています。今日は私たちの力を最大限に発揮し全力で戦います。勝利に向けて一丸となって戦い、最高のパフォーマンスを見せることをお約束します。見せましょう、スポーツの力を。見せましょう、アメリカンフットボールの力を。頑張ろう石川県、頑張ろう能登半島。ファイナル神奈川ワイゼンベル。とも言える時代に終止符を打ちます。
アメリカ相撲の地北陸から史上最大の付け下克上を起こします。頑張ろう北陸、頑張ろう石川。アメリカンフットボール、かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を気にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度も離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされながら、あのおとぎ話の世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和6年2月11日、場所は岐阜長良川球技メドウにて、2023シーズン JPFF 全日本王座決定戦第30回オーシャンボールが間もなく行われます。試合開始13時30分キックオフ予定です。昨年12月にご逝去されました全副会長平野晴彦氏のご冥福をお祈りし黙祷を行います。平野氏は関東の強豪横浜シーガルのコーナーバックとしてチームの黄金期を支え、日本プライベートフットボール協会創設からその基礎を作られ、今日の発展に導かれたお一人です。これまでのご尽力に感謝するとともに、今後の協会のさらなる発展を我々がお約束し、黙祷を行いたいと思います。それでは皆様、お所入りますが、ご協力ください。ご起立ご脱帽の上、黙祷にご協力をお願いいたします。黙祷。お呼びください。ご協力ありがとうございました。それではポイント数を行います。本日のポイント数は、皆様ご清聴ありがとうございました。日本プライベートフットボール協会、さまざまな方々の先人たちの苦労ありまして第30回を迎えました全日本王座決定戦オーシャンボール、これよりコイントスに入ります。この王座を競います一戦に挑みます2チームをご紹介します。奥にありますのが東日本を制しまして上がってまいりました浦和浦和です。近年その最盛期にあるかのように、JPFF 最多の6回のオーシャンボール、つまり日本一を制覇している強豪王道のチームです。今回はその記録更新戦と7回目のその王座を目指さんとこの一戦に挑みます。対しますはその西日本を制しました中日本代表であります石川金沢に拠点を持ちますワイセンベルグです。4年前同じく勝ち上がりまして、この浦和ルアーズにしかし苦杯をなめる形になりました。その4年前の雪辱畑さんとこの地に戻ってきております。すでに時報ありますように非常に厳しい状況を乗り越えてこの地にたどり着きました。さあその両雄の一戦が間もなく行われます。コイントスの結果浦和浦和ズキックオフ、金
ザ・ワイセンベルグリターンで試合が始まります。本日の審判はレフェリー堀本。この試合は1クォーター12分の静止形で行われます。早速チャット内のメッセージありがとうございます。藤野様、レッツゴー&ウィン・ワイセン、金沢のメッセージですね。荒木様の楽しみのメッセージも非常に嬉しく思います。タラコちゃん、両者とも頑張ってくださいのメッセージ。キャント様、ワイセンベルグの OB の方ですね。ぜひともこの一戦の勝利を願いつつこの試合をご覧いただければと思います。さあ、まずその試合は浦和浦和ズのキックオフで試合が始まる形になります。キックオフキッカーを務めますのは浦和浦和ズ11番の、久保田が務めます。ワイセンベルグリターナーは2番と19番が配置しております。さあ、リターンに入ったワイセン、左方向への展開を図りましたが、自陣20ヤード付近の位置を確保してこの位置で金沢の攻撃と変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し攻撃権更新を図るか、あるいはその過程で相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは金沢の攻撃。金沢自陣24ヤードの力のファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要、距離は10ヤード。まず金沢パスプレーから入りました。アメリカンフットボールは攻撃の開始点より後方より一度だけ前にパスが投げます。この権利使いまして金沢まずクォーターバック大きく右に展開したワイドレシーバー19番にパス、これを19番見事にキャッチしまして大きく前進、一気に10ヤード以上突破しまして攻撃権再び1回目の獲得をしました。見事なパスキャッチを決めたのは金沢ワイセンベルグ19番の本田。さあ、一気に相手陣に入ります。金沢ワイセンベルグ相手陣47ヤードからファーストダウン10。プレーで入りました。ランニングバック2番にハンドオフ、そこから2番は左オープンに展開、相手ディフェンスをまくるように外へ展開し約2ヤードのゲインとしています。キャリアとなりましたのは2番の多田でした。これを仕留めましたのは浦和浦和ズ11番の久保田でした。2ヤード前進しまして金沢2回目の攻撃に入ります。金沢相手陣45ヤードからセカンドダウン8、2回目の攻撃で攻撃権更新必要、距離は8ヤードに変わります。パス不成功。今度は左に展開したワイドレシーバー47番にパスを通しましたが、わずかにパスがオーバースロー、パス失敗ですのでボールは元の位置に戻されまして次の攻撃に変わります。従いまして金沢ワイセンベルグサードダウン3回目の攻撃に変わります。ボールの位置は変わらず相手陣45ヤード、攻撃権更新必要、距離は8ヤードです。金沢ワイセンベルグサードダウン8。ここでオプションプレーを展開しました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレー、ここはランニングバックにピッチし投げ渡し右オープンをつかせました。キャリア2番の走力に期待しましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。さあ、最後の攻撃権となります金沢、どのようにこの最後の攻撃権使うでしょうか。フォーメーションを変えましてパントフォーメーションを取ります。パントはキックによる陣地挽回を図る策です。しかし攻撃放棄という形になります。このパントは味方選手に当たりまして
浦和陣30ヤード付近で止まりました。この位置で攻守交代という形になります。金沢攻撃権の更新を一つ果たしましたが、しかしこの攻撃シリーズは結果的にはパントで放棄する形になりました。しかしボールは相手陣に移った形になっております。さあこの相手陣に入った位置から、つまり浦和は自陣からの攻撃と変わります。攻撃権変わりまして、今度は浦和の攻撃に変わります。浦和自陣31ヤードからのファーストダウン点、同じく攻撃1回目、攻撃権更新、必要距離は10ヤードです。さあ今度は返す刀になります。浦和どのような攻撃を展開するでしょうか。さあまずはランニングバックに託しました。ランニングバックならば2コースしまして、右オープンにランプレー、ディフェンス殺到しましたが、しかしその間すり抜けるように2番がゲインし、約5ヤード獲得しております。ボールを持った選手が倒れた地点までが前進地点という形になります。浦和自陣36ヤードからセカンドダウン5、2回目の攻撃に変わります。攻撃権更新、必要距離は5ヤード。ナイスラン、ファースター。今度はランニングバックにハンドオフしました。託されました21番、見事に密集点つきまして一気に攻撃権更新です。浦和アズファースター。素晴らしいランで攻撃権更新果たしましたのは浦和アズ21番の、21番の高松でした。高松は学生時代関西学院大学のランニングバックとして甲子園ボールを沸かしたランニングバックではあります。さあ自陣48ヤードから浦和ズファーストダウン点。ナイスパスカット。ここで浦和パスプレーを展開しようとクォーターバック5番パスを投じましたが、すかさずこれを金沢70番がパスカット、パス不成功に変えましてセカンドダウンに変わります。見事なパスカットを決めましたが、金沢ワイセンブレグ70番の宮田、パスをカットしましてパス不成功にしています。浦和ズセカンドダウン10、ボールオンは自陣48ヤード。さあ今度はランプレーです。パスを投じる構えからアニマックにボールをハンドオフしまして、右オープンへのランプレーを展開しました。キャリア26番、相手の裏を突くようにスピードになりまして約7ヤードのゲインを果たしております。キャリア26番は榎本でした。浦和ズ相手陣46ヤードからサーダウン3、さあ3ヤードの攻防になります。この3ヤードを獲得しまして攻撃権更新になるでしょうか、あるいは金沢食い止めるでしょうか。パス不成功。クォーターバック5番、ここでプレーアクションからパスを投じようとしましたが、金沢見事なパスカバーでその的を封じ込み、パス不成功に変えました。浦和ズフォースダウンに変わります。CA さん、英語のメッセージですが、これが JPFF のチャンピオンシップです。今シーズンの、JPFF チャンピオンを決める試合となっています。さあ絶妙のパントを蹴りましたが、しかしここでフィールド上に黄色いウエス、イエローフラッグ、イエローマーカーが落ちています。審判団からフィールド上に黄色いウエスが落とされますとイエローフラッグ、反則発生を意味します。果たしてどちらのチームに反則があったでしょうか。
ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールは動く前に相手エリアに侵入しておりました。フライングという形になります。反則です。5ヤードのバッタイとなり、攻撃権更新、必要距離は残り3ヤードでしたので、自動的に攻撃権浦和更新という形になります。結果、浦和はファーストダウン獲得です。ファーストダウン獲得はつまり1回目の攻撃を獲得、つまり攻撃継続を意味します。さあ、相手のミスを誘いまして攻撃権を得ました。浦和浦和ズ相手陣38ヤードからファーストダウンテ、さあランプレーを入れました。右に7番を展開させようというところでしたが、しかしこれは金沢見事食い止めまして、ゲインは1ヤードにとどめております。素晴らしい反応しましたのは金沢55番の三田。浦和浦和ズセカンドダウン内、失礼しました、セカンドダウン10に訂正します。先ほどのプレーノーゲインでした。パス成功。クォーターバック5番、右に展開しましたワイドレシーバー81番にタイミングパス、一瞬のタイミングをつきましてワイドレシーバー81番これをキャッチし、約8ヤードから9ヤードのゲインに変えております。見事なキャッチをしましたのは81番の大谷でした。浦和浦和ズサードダウン残り1ヤード。さあ、この1ヤード突破なるでしょうか。金沢ナイスです。ここで金沢ワイドキャッチフォーメーション、クォーターバックの位置にランニバックを配置しランプレーを展開しました。相手の胸を突くようにランニバック21番のランプレーで突破図らんというところでしたが、これを金沢見事に対応しましてロスし、フォースダウンに変えます。ここは高松の総力でまず獲得を目論んだところでしたが、しかし金沢これを許しませんでした。フォースダウンに変わっています。浦和浦和ズフォースダウン8パンクフォーメーション、ナイスパン。ここでパンター17番絶妙の距離を測りましてのパンクを蹴りました。ゴール相手陣ゴールライン直線のところでボールが止まりまして、この位置で攻守交代となります。見事なパントで攻撃譲渡を図ることに成功しましたのは浦和浦和ズのパンター17番砂原の見事な妙技でした。金沢なんとか浦和の攻撃をしのいだところですが、自陣4ヤードの厳しい状況からの攻撃に変わります。さあ、この状況をまず打開できるでしょうか。金沢ワイセンベルグファーストダウンテ、さあ、まずフルバックに中央へのランプレーを展開しました。ダイブプレーです。最もシンプルでパワフルなプレーでまず前進を図ります。キャリア41番、相手ディフェンスに囲まれましたが、しかしなんとか体をねじ込み3ヤードのゲインとしています。キャリア41番は黒川でした。金沢ワイセンベルグセカンドダウン8、ボールオン自陣6ヤード。今度はテイルバックにボールを託しました。ハンドオフを受けたランニバック23番右にカットバックを切りましてオープンの展開を図りました。約3ヤードのゲインとしています。キャリア23番は佐藤です。金沢ワイセンベルグサーダウン5、ボールオンは自陣8ヤード。
さあ陣地を挽回図らんというところですが、5ヤードの突破なるでしょうか。さあ右オフタックルにナンプレーを投入しました。最も力があるタックルの右奥を展開するパワープレーです。ランニングバック23番体をねじ込むように前進図りましたが、しかしフォースダウンになります。攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。ここは浦和もディフェンス強固です。この攻撃シリーズを止めております。金沢ワイセンベルグフォースダウン3パックフォーメーションを取ります。これもナイスパン。金沢パンターエンドゾーンの中という非常に危険なエリアからのパントで厳しい状況ですが、見事なパントを蹴り返しボールをハーフウェイ付近まで押し返す形で攻撃攻守交代という形になります。見事なパントによりまして陣地を挽回しハーフウェイ付近に戻しました。テイクオーバー。攻撃権変わりまして浦和ウラーズに変わります。さあしかし浦和としては何としてもこのチャンスを生かしたい。ボールオン相手陣49ヤードから浦和ウラーズファーストアンテン。金沢ナイスです。ここでランプレーによる突破を図りました。キャリアは26番。しかしこれを金沢9番猛チャージしまして、このランプレーロスに変えています。約2ヤードロス、交代させました。素晴らしいロスタックルを決めたのは金沢ワイセンブルグ9番の岡村。アメリカンフットボールは前進をゲイン、交代をロスと表現します。浦和ウラワーズ自陣49ヤードからセカンドアウト12。パス成功。クォーターバック5番素早いタイミングのプレーアクションパス、ランプレーをフェイクしましてその裏をつくように中央を切り込みました。ワイドレシーバー17番にパスをヒット、約11ヤードのゲインとしています。しかしわずかに攻撃権更新には至っておりません。サーダウンに変わります。しかしタックル受けながら見事にキャッチしましたが17番の砂原でした。さあこの1ヤードの攻防に入ります。浦和ウラーズサーダウン残り1ヤード。金沢ナイスディフェンス。ここでランプレーによりこの距離を取りに行きました浦和。しかしこれを金沢食い止めました。このランプレーノーゲインとしフォースダウンに変えます。非常に厳しい状況の1ヤードの攻防、しかし金沢見事に2度止めております。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして浦和ウラワーズ0点、金沢ワイセンベルグ0点、両者無得点のまま攻守方向を変えまして第2クォーターに移ります。